なおさん、なんでこれ励ませるっていうのを思いついたんですか？ああ、いい質問ですね。引き出しの一つですから。でそれを習得したいな、妙な憧れを持ってて。今回は庭さんプロデュースで楽しい、はい、直行をしてまいりました。さまざまなドラマが起こり、アドベンチャーとエンターテインメントですかね。若手のホープ、もう若いを代表する若手のライトゲーマー、ジャッカルのちくわさんでございます。ライトゲーって来たんですよ、まさかのバッタリと。まあ、いずれね、会うかな、会うかなとは思ってたけど、はい、やっぱこのタイミングで会うとはっていうのは、なんか数奇な運命を感じますね。ぜひ、お楽しみにしてください。はい、味っぽいものはうろうろしてますね。うん。薄いなぁ。おるんだけどな、めちゃめちゃ薄い。食べに来ないっていう意味ですか、それとも魚が少ない。すげー少ない、すげー少ない。あ、お朝一ご祝儀や、ご祝儀。お、行くね。いやすごい。行くね、行くね、行くね、行くね。行きなさるね。あ、もう一周、もう一周、もう一周。あ、でっかい、でっかい。すごい、これ大きいですね。ご祝儀、ご祝儀フィッシュですよ。わー、ドーン。29、30にしましょう。すごい。魚がなんか散っちゃったりとかありますか？白いはないですね。そうなんですか？うん、動くんですけど、活性が上がる場合と下がる場合がある。あ、下がる場合？うん、下がる場合がある。こうやって攪拌されるでしょ、わーって。で、それが、要は味が食べやすいものがいて攪拌される場合は活性が上がるんです。うん、だけどなんかこう悪い水とか、はい、そういったなんかこう味にとって悪条件な水がこう攪拌されると食わなくなる。やってみよう。今のでだいぶ、混ざったんでね、いろんな餌がこうわーって散ってるから、多分周辺にいたやつがこうキューッとこの辺。今釣りやすいっすよ。食べませるんですね。もうまあ早いとこレンジに入れたいだけなんで。お、来た。あ、
ああ、ちょっとドラゴ緩いっすね、それ。はい。いやこれめっちゃ湧いたやん。むずいなこれ。エクスチュア。エクスチュアの合点だって。使っていいですか？いいですよ。わお。お借りします。どうぞ。めっちゃおるやん。なんで食わんの？あいつらほんまなんで。おおおおお。おっ、兄さん、兄さんめっちゃ行ってますよ、そっち。来た。そっちめっちゃ行ってますよ。あら、くっそ生意気な。何見切ってんねん、こいつ、ほんま。あ、バレた。今日は多分テンションフォールの方が食うな。あ、そうなんだ。意外と口使わないもんなんですね、ヤジも。なんだろうね、難しいね。やっぱりあの雨の影響でかいんかもしれんね。三輪さん、なんでこれ食べませるっていうのを思いついたんですか？あ、いい質問っすね。ゼロテンションっていう技があるんですよ。アユとかで使う、ね、技 でそれを習得したいなってなんか妙な憧れを持ってて、え、これアジできるんちゃうんって思って。あ、そうなんですか。でやってみたらなんかそんな劇的に効いたつもりは全然その当時なかったんですよ。だけどなんかやってるうちになんかラインが微妙に変な動きするとかってそこで気づいて、あら、これじゃないの、もしかしてゼロテンションそういうことじゃないんとかって思って、抜きっていう技をだんだんこう高めていったというか、そればっかりしてればいいってわけじゃないんですよ、全然。そういろんな組み合わせなんで、その状況にどんだけ早くアジャストして移っていくかっていう方が大事で、引き出しの一つですから、その引き出しを一つ、まあまあ最初は頑張ってやらないかんすけど、デイだから抜きだとか、そういうのはちょっと違うっす。ただその技としては効く確率が高いから、ションフォールも抜きも組み合わせながら、その時その今一番いいの何っていうのをやっぱ探さなきゃダメなんですよ。おー、聞いた。アジ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 。
っぽいな。これはむずいっすよ、ほんまに。まあ糧にはなりますね、こういうのは。なんで食わんのかの情報収集にはなる。あ、今ここにいるのが多分産卵の居残り組なんですよね。昨日の卵の入り方、白子の入り方からしたら。だからどっちかと食い気よりかはまだそっちの産卵モードなんかもしれない。今日大潮だし。あ、今日卵びっくりしましたね、あれ。うまいでしょ、あれ。うまいでしょ。初めて食べた。あれ、尿酸値バリバリ上がるやつですよ。言われたよ。尿酸値バリバリ。尿酸値めっちゃ上がるっすよ。1週間ビール禁止です。あ、あれはちょっと群れが違うけど、味の、うん。あれはなんか食いそうながね。え、わかるんですか？あー、でかい。あれでかい。これとあの、なんか違うのが当たってくるんですよね。そうなんですよ。あれかわすの、かわすというか、ノイズ、あのノイズを聞き分けるのがめっちゃむずいですよ。ベストフレンドですね。映り込んどこう。新先輩です。おー、味きたー。すごいね、ニワさん。インストラクターすから。今日の晩ご飯ないっすよ、早く釣らないと。人間多いでしょ。 0.1 とか0.4 です。来た、はい。でかい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 、抜いて抜いて。やったね。晩ご飯ゲットでございます。でー、厳しいね。食わねえな、こりゃ。朝ご飯の時間が近づいてまいりました。おお、どうだ、マジ。あ、アジだ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 。ナイス。やったじゃん、やった。あ、モガ、モガ、モガ。うぅー、カツラ由美。マイケルカツラって言ってください。やったっすね。やりましたね。これはナイスっすよ。イエーイ。いいのが釣れた。やった。お母さん、アジを持って帰るよ。ドリームツアーですからね。ちょっと動き出します。すいません、ありがとうございます。愛好がありすぎてつかめね。丸々。それでは
今回のドリームツアー皆さんプロデュースは終了。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。釣れました。もう本当に庭さんのおかげ。楽しかった。ベラベラベラ中森明菜が好きですけん。なんかここの穴が気になってずっと親指入れてたの。バッドエンドのキャップがないし、あえてそうした。これで竿が曲がる引っ掛けができる。かっこいい。若干の石川です。まずですね、はい、この定番のペケリングニーっていう、はい、こちらは、まあ、リブが強みになっているんですけど、はい、基本的に網系のなんかね、味という感があるものが好きなので、こういったアピールかつワッとするような網点を、はい、まあ、アミ系だったりプランクトン系なんですけど、はい、まあ、さらにこう弱めというか、まあ、ちょっと口が使いにくいようなそういったシチュエーションで、インチのサイズっていうのは、はい、本当に季節問わずに使えるワームになっているので、おすすめ、使ってみてください。ありがとうございます。一緒に映らさせてください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんご視聴いただき、長きにわたりですね、6回のシリーズをご覧いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。1日半の長考だったんですけど、シマノのインストラクター、今井吉嗣さん、本当にありがとうございました。たくさん知らないことを学ばせていただいたなというふうに思っています。ほぼほぼ、ノーカットに近い状態で、お届けしましたけれども、これ全部庭さんも監修してくださって、ね、本当にお忙しい中、ありがとうございました。ジャッカルの石川さん、はい、突然にもかかわらずありがとうございました。そうですね、ひとまめさんからいただいた DM やコメントでは、この動画を見てですね、どう買ってみたとか、キャスティングの練習をしてみるよと、はい、私たちも本当に調校を終えた時に感じた感動とかね、そうですね、はい、それからあと、もう本当にホットな気持ちを皆さんと共有できたことが、もう何よりも嬉しいです。はいはい、大きかったのが、自分が当たると思ったら空でもいいから合わせろと。でそれが、うん、それが重なっていき、当たりっていうものが分かっていくように、あの後どちらかというとこっちの方が抜け当たり抜け当たりでちょっとうるさいんですよ。でも楽しくなった。ラインで当たり取るの面白いね。あれ、庭さんからたくさん教えてもらったことを踏まえて、明日からまたね、神宮をレイヤー神宮を楽しんでいけたらいいなというふうに思ってます。もちろんナイトもやるよ。次回はちょっとお休みして、お盆休みしようかなと思っています。アジングに行くぞ。おー逃げた。じゃあね皆さん。